疲れ様でした。まず試合を終えての、気持ちというか感想を聞かせてください。厳しい時間が長かった中でチームでハードワークしながら点数を取りながら勝ってよかったと思います。じゃあ、次の試合に向けての意気込み聞かせてください。次の試合にしっかりと準備をしてみんなで協力しながら戦いたいと思います。